先生、いよいよですね。さて、最後に王女様に挨拶でもすっか。ええ。おお、誠殿ではありませんか。あれ、ロンズさん、どうしました。顔色が優れませんが。今朝から姫様のお姿が見えないのです。周りの者に探させておるのですが。王女様が。そりゃ一大事だ。俺たちも探しましょうか。いえ、それには及びません。誠殿と藤沢殿は予定通り神の命をお迎えください。はあ、そうですか。よろしくお願いいたしますぞ。最後の頼りは神の目だけにございますれば。ロンズさんもどうかご無事で。それにしても王女様が。心配することはないさ。行くぞ。ここから神の目に行けるんだな。ええ、ストレルバウ博士の言うことに間違いがなければ僕も神の目に移れるはずや。まこちゃん、気をつけてね。よろしくお願いします。ああ、任せときや。ほな、行ってくるわ。先生、しっかり捕まっててくださいよ。ああ、いつでもやってくれ。行きます。まぶしい。 あれ、もう着いたのか。ここが神の目の内部で、制御装置ってやつはどこだ。なんだお前たちは。なんで神の目に人がおるんや。いや、ずいぶん遅いお月でしたが、またお会いできましたな。まこと、あれを。え、ガレス王女様。それにイシエルさん。イシエルさん、なんであなたが。神の目は我々幻影族がいただいた。何をバカな。イシエルさん、どうしちまったんですか。お前の友達は随分血の巡りが悪いようだな。イシエル、説明してやったらどうだ。私は幻影族の血を引いているの。なんだって。そんな。
君たちも大神官の一人が我々の手のものだとは思いもよらなかっただろうな。しかもこいつは人間の血が混じっているおかげで私のように姿を偽る必要がなかったのでな。あの七海とかいう女にも正体がバレなかったようだ。下船の血も時には役に立つようだな。なあイシエルよ。イシエルさん、それじゃ僕らをいろいろ助けてくれたのは。全くよく働いてくれた。君たちにも礼を言わなくてはならないな。神の目を起動させてくれた上にこうして王女を捕らえるチャンスまで与えてくれたのだからな。イシェルさん、なんとか言うてください。こいつの言ってることなんかみんな嘘なんでしょ。せや、きっとなんか訳があってそれで仕方なく、そうでしょ。そうや、内田先生きっとそうやって。まこと、もういい。イシエルさん、はっきり答えていただけませんか。あなたは本当に我々を利用していたんですか。していただけただろう。他の世界からやってきた者がいるとイシエルから報告があった時から私は君たちをマークしていたんだよ。あいにく私は途中で正体を見破られてしまったが、君たちを筋書き通りに持っていくのはイシエル一人の力で十分だったようだ。それからずっと我々は君たちが大神官たちを説得し神の目を起動させる瞬間を待っていたのだよ。その後は見ての通りだ。イシエルが王女を捕らえ我々を手引きしたというわけさ。で、下の方が賑やかになってきたようだ。虫けらどもめ。せっかくここまで来たのだ。君たちにも素晴らしい見せ物をご覧に入れよう。神の目の瞬く天空の回廊を開かれて影の国アイツ神の目とは時空を引き裂き彼岸の異界に道をつなぐ兵器。旧エルハザード文明の時代、世界を覆ったあの戦いで神の目が使われた時、我々の祖先はその本来の世界からこのエルハザードに引きずり込まれたのだ。なんやで。同類だったってわけか。それから数千年の間、我々はこの世界のものによって影に追いやられ、さまざまな迫害を受けてきた。イシエル、お前もそうだったのだろう。我らと人間の血を引くばかりに、言われもなく排斥され、お前はあてなくさまよい続けていたな。あの時
されなければ、お前は誰にも相手にされず、あのまま一人死にゆくだけではなかったのか。だがそれも今日で終わりだ。今また神の目は瞬き、エルハザードは暗黒の淵に沈む。やめろ。できた世界と人間どもに復讐の鉄槌を下しているのさ。ガレス様、それではお話が違います。この計画は我々が元の世界に帰るためのものだと。それは無論だ。しかしその前に、この世界にはもう一度滅んでもらわなくてはな。おやめください。なぜそのようなことをする必要がありますか。バカを言うな。数千年の長きにわたり我らを愚弄してきた奴らに何の情けをかける必要がある。お前も悔しくはなかったのか。幻影族の血を引き、異能力が使えたばかりに人間どもになぶり殺されそうになったとき、悔しくはなかったのか。私は…イシエルさん、あの時を思い出せ。今、お前にも復讐のチャンスをくれてやる。イシエ、こいつらを始末しろ。どうした？異界の人間だが、こいつらも、あのエルハザードの連中と同類だ。心置きなく八つ裂きにしてしまえ。私は…さあ、早く始末しろ。動かないでください。
をしたら容赦はしません。誠、藤沢先生、逃げて。ミシェルさん、早く。この男は私が何とかするから。地に足のつかぬ地の神官に一体何ができる。それとも現実で私に太刀打ちできるとでも思っているのか。誠、どうしたの。早く。まあいい、お前も用済みだ。私がまとめて始末してやる。ご苦労だったな。さらばだ。そう簡単にやらせるものか。藤沢先生、誠をお願い。少子。ここは一旦引き上げるぞ。せやかて、せやかて、石原さんが。バカボン、早くしろ。彼女の気持ちを無駄にするつもりか。石原さんが、そんな。